こういう被害に対しても支払うことはできるんでしょうか。平野国務大臣。効果促進事業につきましては、繰り返しで申し訳ございませんけれども、基幹事業が実施されることを前提に、それと関連する復興のための事業であれば、地方の特性に即して自主的かつ主体的に実施される事業に幅広く対応したいというふうに考えております。他方、原子力事故による風評の被害の被害者に対して補償を行うことについては、これは一義的に事業者において対応されるものと理解をしておりまして、基本的にこちらの方で対応すべきものだというふうに考えております。で、そうした対応を待たずにですね、効果促進事業によりその対象地域の被害者のみに対して補償を行うことは、他の地域の被害者との公平性の問題も生じると認識しており、現時点でこれをやるということについてはなかなか難しいのではないかというふうに私どもは今考えております。いずれにせよこういった要望についてあればですね、個々具体の中で相談してまいりたいとは考えておりますが、この補償という問題については繰り返しで恐縮ですけれども、事業者によって対応するのが本来の姿でありますから、そちらの方でできるだけ早急に行われるよう私どもも関係機関には強く働きかけていきたいというふうに思っております。岡田博史君。はい、時間が来ましたので、ぜひやはり政治指導ですから、今回はもう事業者、国の責務も十分あるわけですから、しっかりと連携を取って指導をしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。